1年間選手チームに声援をいただきましてありがとうございます。このメンバーが居酒屋のあと90分となりました。我々は悔いのない戦いを2回目で進みます。残りの90分また声援よろしくお願いします。今シーズンは潮の準備、カボレの一時帰国から始まりました。思い返すと本当にいろんなことがありました。選手が遭遇したアクシデント、チームが直面した現実、クラブの事情、各々に簡単なものはありませんでした。どれも受け入れるのが非常に難しい、そういう現実でした。ただ選手はその度に乗り越えて必死で取り組んでくれました。そして皆さんのファンとサポーターの皆さんの応援がこのチームの支えになりました。選手には生まれてから今までさまざまな学校があります。さまざまな歴史があります。今年2009年に23歳になるやつだろうが、28歳になるやつだろうが、36歳だろうが、二度と来ない3歳、二度と来ない23歳、そういうシーズンを過ごします。そして彼らに未来があります。彼らのストーリーがあります。彼らおめのストーリーがあります。そして皆さんの熱い思いが彼らおめのストーリーのチーム一つのストーリーとなった出来事がありました。それは11月3日の国立競技場です。